皆さんおはようございます。今日もですね、御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日はですね、申命記の7章の16節です。お読みします。あなたはあなたの神主があなたに与えるあらゆる民を滅ぼし尽くす。彼らに憐れみをかけてはならない。また彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたへの罠となるからだ。アメン。ねえ、あなたの違うね、彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたへの罠となるって言います。私たちは偶像礼拝に気をつけないといけません。当たり前のことだなって思うかもしれない。でもですね、本当に大切なこと、そしてそれは私たちの足を救う罠となるということを言うんですね。私たちは細心の注意を払わないといけないですね。ね、あからさまな偶像礼拝、それは別に避けることは簡単かもしれない。でもですね、私たちの周りには、ね、罠となる偶像礼拝がこの文化の中だったり、まあね、同じこと言いそうだった、カルチャーの中だって同じだね。ね、まあ、様々ね、若者たちのカルチャーの中でも様々な偶像礼拝が入ってきているんですね。知らないうちに関わっているっていうことがあると思います。至るところに罠が迫ってるんですよ。ね、日々のですね、ニュースの中に今日の占い、偶像礼拝ですよ、気をつけてください。おみくじちょっと引いてみたいよね、くじ引きとか楽しいもんね、そういう感覚でおみくじ引いちゃうか、ね、恋愛はどうのこうのとかね、見たいよね、そう思うんです。ね、初詣、墓参り、ね、ハロウィン、ヨガ、いろんなものの背後に偶像礼拝の背景があるんですね。まあちょっとくらい大丈夫か、形だけってことに私たちは気をつけないといけないんですね。ね、ソロモンという本当に知恵の与えられた王様がいました。でも彼はですね、この偶像礼拝で最初はちょっとなら大丈夫かって妥協したところからどっぷり偶像礼拝にはまってもうですね、しまった。そしてですね、彼は何か人生の虚しさを感じる、そのようなものになったわけなんですね。私たちはなぜ偶像礼拝に気をつけるか、それはもちろん神様がしてはならないって言われてるからです。でもそれだけじゃなくて、私はですね、神様を愛しているから、この愛する神様が喜ばれないことをしたくないんですね。なんで偶像礼拝に気をつけるか、愛する神様が喜ばれないこと。ねえ、ね、神様が喜ばれない、他の神に目を向けるなんて、そんなですね、裏切り行為したくないんです。神様に対して浮気をしたくないんですね。ある時、友人がアメリカに行ってお土産にインディアンのですね、なんかかっこいいキーホルダーくれたんですよ。私かっこよくてね、それね、気に入ってたんです。小学校ぐらいの話、小学校6年生とかかな、ね、気に入ったんですよ。でもね、後々それを調べると、それはインディアンのお守り的なものである、ドリームキャッチャーっていうものだったんだけどっていうことを知ったんですね。窓際にそれをかけておくと、ね、夜寝る時に悪夢がそれに吸収されて悪夢を見なくなるみたいな、そういう意味合いがあって、かっこいいと思ったけど、でもこれは神様は喜ばれないものだ、それをね、くれて、愛してそれをプレゼントしてくれた友達には感謝でした。でもそれをですね、お祈りして処分させてもらったんです。本当に感謝してるんです。私たちはですね、いろんなところに罠がやってきます。やっぱなんかそれを捨てるのってちょっと申し訳なく思うじゃないですか。それも罠かもしれないですね。神様が喜ばれないものはやっぱり手放す必要があるんです。またある時ですね、台湾に行った時に私の友人が台湾のシェーフンというところに連れてってくれました。ね、そこはですね、すごく映えスポットで、灯籠を飛ばす、なんて言うんだろう、気球じゃないけど大きいね、こんな大きいやつをね、火つけて飛ばすっていうね、空に打ち上げるっていうのがあって、まあ、映えスポットなんですよ。10分っていう、人弁2分っていうのをですね、書くとインスタとかタグでね、いっぱい出てくると思います。
まあでもね、そんだけ飛ばしたのがね、どっかに後で落ちてね、めっちゃゴミはね溜まってて、それが原因で汚くもなったりしてるんだけど、ね、そこに友人が連れてってくれました。私も一緒にやろうと思ってですね、連れてってくれたんです。ね、面白い光景で本当にですね、あ、すごいなって思ったんです。でもそこを見るとですね、みんなそのね、その気球、灯籠、ちょっと言葉が出てこないけど、それにね、なんか書いて飛ばしてるんですよ。願い事書いて飛ばしてたんです。ちょっとね、あれって心がね、ざわざわってしてね、ざわ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 ってしたんです。だからすぐに、当時のね、ちょっと遅いスマホで、調べて、これは何の意味があるんだって調べたら、七夕みたいだったんだけど、神に願い事を届けるみたいなね、そういう意味合いがあったんですよ。あ、やばい、これは偶像礼拝の一種じゃないかって思って、私はせっかく連れてきてくれたんだけど、台北から1時間2時間、まあ、様々な乗り継ぎとか様々含めてそんぐらいかかった場所なんだけど、友達にね、そのメインのことを、ごめん、俺これできないわ、しないわって言ったんですね。友達、え？みたいな顔して、で後で彼のインスタを見たら ね、日本人の友人を連れてきたが、彼はこれをやりたがらない、意味がわからんじゃないけど、まあ、そんな嫌な感じでは書いてなかったけど、中国語で書いて、ありました。ちょっとね、空気読めない人みたいなね、感じになったかもしれない。でもね、私はね、神様が喜ばれない可能性があるもの、それはそれを知ってしまったなら避けなきゃいけないなって思ったんですよ。神様が喜ばれないことをしたくないんですね。私は神様を愛してるから。だから、ね、小さな偶像礼拝に思うことも、何かちょっとした形だけに思うことも避ける、それが良いことであると皆さんにもお伝えしたいと思います。偶像礼拝は気をつける必要があります。トラップとなって、皆さんの今週1週間の歩みの中にもいろんなところにトラップがあります。あ、ここにあった、あそこにあったって、ぜひですね、カウントしてみたら面白いんじゃないかなって思いますけどもね、え、本当に罠に私たちは気をつける必要があります。そして神様のみを礼拝する、神様を愛し続ける、そのような一人一人にされていきたいと思います。お祈りします。神様、私たちが偶像礼拝に引っかかることがないように、罠に引っかかることがないように、神様、あなたの喜ばれる道を歩み続けることができるように助けてください。主よ、私たちに知恵と悟りを与えてくださいます。神様、あなたが危険を教えてくださいますように、主を選ぶことをすることができるように助けてください。感謝し、期待し、愛するイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。神様の祝福がありますようにお祈りします。 God bless you.